栃木の美食をめぐる立ち飯。毎週金曜はラーメンの名店。宇都宮市インターパーク近く、今年でオープン7年目を迎えるアタリア。木のぬくもりあふれるアットホームな店内。お昼時には常に客足が途絶えない人気店です。特注の麺と食材、スープにこだわったラーメンは、ここでしか食べられない味と女性客を中心に人気です。女性のお客様の割合が他のラーメン店に比べるとやっぱり多いかなと思いますね。私がいろいろ考えて作っているので、どうしても女性寄りなのかなっていうのもあります。そんな女性店主が考えるメニューの中でも人気なのが、こだわりの塩を使ったラーメン。スープの元となるかえしには奄美大島のミネラルたっぷりの塩を使っています。時間をかけて鶏ガラなどから取った出汁を合わせれば、透き通った塩味のスープが出来上がり。麺は特注の中細のストレート麺。のど越しと風味がいいのが特徴です。さっと茹でたらスープと合わせて、具材のメンマ、ネギ、チャーシュー、海苔などをトッピングすれば、アタリアの看板メニュー塩ラーメンの完成です。優しい塩味ですね。まろやかな麺をすすった時ですね、麺をパッと口の中で、旨味が広がると思いますね。宇都宮の人気ラーメン店のこだわりの塩ラーメン、この週末食べに行ってみてはいかがでしょうか。